December 1st, 1945, at the foot of Mount Tapachao on the island of Saipan, following 512 days of fighting, the war finally ended for Captain Sakai Ioba and his army of 47. してますか、お部隊。私たちはあなたをフォックスと呼んでました。フォックス。私たちはあなたの計画に振り回された。私にそんなものはありません。ただ無心に戦っただけです。 あなたは想像通りの人でした。1年半山の中で兵隊たちを見事に統率された。あなたは200人の日本人の命を救いました。しかし私はそれ以上の多くの命をこの手で奪いました。 抱かせてくれ。 この子はまだ日本を知らないんだな。私が教えます。